皆さんどうもピーマンドです。実況114回目の今回は阪神タイガース3連戦からのスタートになります。後半戦シーズン初対決ですね。前半戦は9勝6敗と確かに勝ち越してはいるけども、ただここ最近の戦いで振り返っていくとやられることが目立ち始めてきてる。それもボコボコにやられているのでね、ちょっとこの阪神と戦うのにビクついちゃってる俺もいるんですけども、そのボコられてる流れっていうのはやっぱここで止めていかないとダメなので、後半戦初対決勝つのはこっち、よろしくお願いします。さあ1戦目の先発誰でいく、則本貴弘君に決めた。ベストオーダー、おお絶好調、バラーが調子いいんでこれちょっと今日は期待できますね。なので1試合目はですねバラーに注目してやっていこうかなと。4番が打てば勝てるんだからね、4番の力見せつけましょう。やっていこう、プレイボール、勝つのはこっちだ絶対にな。さあバラーの1打席目、後半戦に入ってもうすでに2本のホームラン打ってるからね、現在24本塁打、素晴らしい。じゃあ25本目はこの甲子園球場で打とうか、若干ガラついてるような気がするが、いいんだよガラついてようが観客が来ようが来まいが関係ねえ、やるべきことは変わらんよ。ただねこの何ですか、望月ですかね、諸月ですか、このピッチャーがノリノリなのでね、なかなか打ちづらい一日だと思うんだけどね、チーム全体が厳しいと思う。いやーだからこそ今日はバラーで頑張ってやっていこう、言うとんのんね。そこ振ってるうちはもうトワに永久に点が入ることはないでしょうね。あチャンスじゃねえかこれ、うおーい満塁だぜ、これはテンション上がるな、絶対打ってやる。打ったけどゴロじゃん、ホームはアウトじゃん、でアウトじゃん、でゲッツーじゃん。チームを引っ張ってほしいのこのバラーには、足を引っ張れなんて一言も言っとらん、最悪なバッティングだね。これは俺が操作してるからっていうのもあるんだよ。いやー絶好調だからこそ自動操作でやらすのが良かったのかもしれないね、俺が余計なことしちゃってるよねこれ。うーわもったいねー、普通入るぜ、普通じゃないから入らないんだね。またもやバラーに得点圏で回ってきた、もういや次こそだね、任してください絶対に打ちます。まあ今日は絶好調なんでね、このバラーの赤徳のチャンス G っていうのが発動してないからね、だからこそこういうとこで打たないと。それ発動してたら言い訳もできるけどね、これ持ってるから打ちづらいよねっていう、ただ今できない状況なのでするつもりもねえよ、もう打つんだよ。第3球を投げました。みんなもスプリット連投、本当肘壊すぞお前マー君みたいに。投げました。もうどこ振ってんだこれ、話にならない。では改めてリプレイ、ダメだ注目するんじゃなかった、やめとこう、もうやめます。絶好調だからって注目するとこういう目に遭うわ、そのせいで点が入らない、ようやく入ったのは1点だ、バラーが打っときゃもっと入ってるよ。まあ言ってんのもなんだろうがいい、勝ってくれたらね。さあノリノリの諸月、もうスタミナは切れかけだぜ、てか切れたんじゃないかな今の1球で。第2球しっと来い、そしたら運べる。球速も落ちてるね、157のマックスの投手だが今149だったんだ。ほい来た、甘いのにもう甘い球も打てない、厳しい球も打てない、じゃあお前何打てんねん、何も打てないからやめる。今日はひたすら凡退デーだ、凡退するためだけの1日ですね。あーよかった追加点が入った、もうそれで勝とうよ。もうちょっと則本さん、もうてか変えときゃよかった、こんなことなら引っ張った挙句のこのお前同点劇とか最悪じゃねえかよ。でも中継ぎは中継ぎでね、ちょっと後半戦不安定な部分もあるし、もうバラーで打つしかないんだ結局はね、打ててないけど1回も。ここで打てば則本の失点なんてチャラだよ。三振、できない、できない、できない、できるわけない、これまでできてないことが急にできることじゃないからね、世の中そんな簡単じゃないから。うわ負けんなよ、あもう最低引き分けでいってくれ、負け、さよなら、カミネロが打たれた、浅村劇的さよならツーランホームランですね。まあ負けて当然のゲームだな、4番がひたすら足引っ張ったんだからね、ピッチャーどうのこうのじゃないでしょう、あれだけ満塁だったりランナー1塁2塁のチャンスで来てひたすら凡退するんだからね。まあカミネロが打たれたのはちょっと
ちょっとあれですけどね。ああ、まあでも負けるべくして負けたゲームだと思いますよ。はい、続けて2戦目、1戦目からいきなりちょっとため息が出るような展開だったけどね。こちらのオーダーでチームのピンチに注目したいと思いますので、守りましょう。打てないのであれば守ることくらいしていかないとね。頼むよマイケン、ここで負ければ負け越しが決まるんだよ。絶対嫌だぜお前、阪神戦いきなりね。超早い段階で2点を取れた。あおい、4点取った。もう勝った勝った勝った絶対勝った勝った勝った、負けるわけない。あ、もう勝った勝った勝った、絶対だら絶対だ。こっから負けるような巨人軍を作ってるつもりはねえ。これはもうね、余裕です。あれ1点やったけど、うんうん、ピンチも作ったけど、どうした、どうした、これだけの縁があってどうした、何してんのこの人。まあもちろん抑えますけどね。秋山アイトターン、ナイスプレー。援護があるんで、これだけの縁があって負けるはないよ。さっきは点が入らなかったら負けた、ちゃんとした理由があった。今日に関してはもう理由は何もない。勝つための条件揃えてる。 OK、 さあ5球は5球目、スライダーボール、アウトコースへ、ランナーサクレチェンジ決まった。今初めて投げた球だぜ。それ確実に打ってくる梅野がなんでこのペナントにいるんだよ。もういつも思うよ、能力の割に打ってくる梅野すげえなって。じゃあなんでそんな能力なんだろうな、すごい矛盾してますよね。そんなやつ打てるんだったらもっと高い能力でもいいと思う。なんならミート S でもいいと思うよ、うん、でもミート S じゃないの君は打ててるんだよね。まあ、梅野の持ってるポテンシャルと言っておきましょうかね。いや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 、なんでそこで捕まるのよ。もうノーアウトランナー一塁三塁、これ誰が残したランナーなの、マイケンなの。引っ張ったあげくまたマイケンが捕まった。いや違う、平井だ。お前かい、もう何ランナーだけ残して帰ってんの。すごい簡単な仕事やね、俺でもできるわマジの話。いやいや、もう一つアウト、一つアウト取れよ。どう考えても坂本だろ今のはね。坂本が取らんとアウトできんよ、バラーじゃ無理だろ。なんでお前強引に出てきたんだよ、出しゃばんなよマジで。余計なことしかしない、何してんの。なんで向き合って離れたの。今甲子園開幕中ですから、こういうプレーっていうのはありがちですよね、うん、たプロがやっていいわけじゃないの。アマチュアの高校生たちがやるのはね、あ、青春だなって感じはしますけど、プロがやったらただそれおバカなプレーだよ。やめちまえっていうプレーだよ。ふざけやがった本当ね。でこのピンチじゃねえか、お前一撃出れば同点だぞ。出てほしくはないけどもね、出る雰囲気はもうすでにしてますね。ほら振らないから、この2球、この2球振らないロサリオ多分無理だわ。先に言っとく、ほらね、ほらね、ほらね、こういう打球になるよね。うん、あ、打たれるよね、同点だよね。うん、だから言ったじゃん、どこ投げても打たれるって。ボール球振らない、アウトロー振らない、そんなロサリオがいるからね。はい、これです。ここ最近の阪神戦全部これです。こんな戦いしてるからボコボコにやられて負けるんだよ、ブザマンよ。まあシーズン100勝はもう無理だということが分かりましたね。そもそも後半戦で7敗しかしちゃダメなの、もう2敗してるからね、前回の中日戦と今回の阪神戦でね。で今日負ければ3連敗だし、そしてまだこんなピンチだし、星くん捕まってるし、さあ今季も多くの戦力外を生むことになるな。でも仕方ないね、役に立たないものばかりが集まってるんだ。必要のないものは捨てていく、世の中当たり前だろうね。捨てるよ俺も、いらないから。便所へゴーだ。はい、危ないね、ファールだね、助かったね。だからなんで君たちみんなこのフォークを振らないのかな。あの本当このフォーク振らないと野球成立せんへんから、無理無理無理。カーショー来たってこんな活躍できるかお前ね、全く反応してくれないんだから。このボール球のスイング率の低さ、ほら見て、何この選球眼の鬼。え、丸やん、え、みんな丸やん、え、丸だらけやん。あんな顔でかいの3人もいらん、4人もいらんぞ、1人十分なんだっすね。はい、逆転勝ち越しは防ぐことができたが同点です。うん、あの打線の頑張りに期待です。花からそこに期待してるんで、もっと取ってどうぞ。どうせまたさよならの流れじゃないですか。はーい、来たね、多分さよならの流れですね。取ってくれないと終わる。よし、ナイス、7点目が入った、それで勝とう。
はい、結果勝てた。打線の頑張りあったから、ピッチャーに関してはいつも通りでしたね。こんな勝利に快感を得られるほど俺は器のちっちゃい人間じゃないんですよ。こんな勝利じゃ全然喜ばしくない。ほんとまたロサリオンやられまくってるんだからね。理不尽にも程があるだろう。ボール球は全く振らない上、ストライクギリギリの球は確実打って確実のホームランにしてくるからね。まあ、韓国最強打者のこのロサリオがいるのであれば、阪神戦これだけ苦戦する理由もわかりますね。とりあえずチームの連敗止めれてよかったよ。結果としてね。内容としてはもう連敗してる気分ですけどね。第3戦目、本来このマウンドっていうのはジョンソンか、そしてマー君の2人が立つ予定だったんですけどもね。ただやっぱ勝ちたいゲームなので、ここで菅野智之行きたいと思います。体力も万全ですからね。最後はチームのチャンスピンチに注目していきますので、勝って勝ち越しで行く。苦戦はいらんぞ。プレイボールだ。初回からもう打って打って打ちまくる。そして守って守って守りまくる。そして勝つのはこっちだ。まあ秋山と菅野の投げ合いですけどね。いきなりこういうチャンスを作れたのであれば、確実に点を取る野球で、まず1点先制ですね。いいぞ。そしてまだチャンスは続くのであれば、引き続き打っていくことだ。ちょっと強振で当たらないので、ここはミート打ちに徹してね、つなげて打つ意識で、いいんですよ、こんな打球でもね、つながれば。そしてゲレーロ、うまいバッティング、よっしゃー、ナイスナイスナイス。この右打ちで2点目ゲット。器用だね。ホームランも打てて、この器用さを持っているゲレーロをクビにするわけにはいかんな、全然大丈夫です。能力の衰えはあるが、来季もゲレーロはいる。そこにいてくれるでしょうね、間違いない。さあ、こちらもピンチを作ったぞ。それも前打たれてるロサリオにね、回る。またこれ理不尽に打たれるんちゃうか。全力、よし、ここは力が勝った。秋山が追いつく。相手はと、ふう、危なかったな今のはね。いや、まだ終わりじゃないんだ、この中谷ね。過去の戦いではこの中谷にどでかい一撃、飛距離 140m 超えの一撃を打たれてますからね。それも満塁ホームランじゃなかったかな、確か。その淡い記録が残ってるんで、まあ冷静にね。まあ、今日はね、追い風だ。ライト方向にだけは伸ばないので助かったね。はい、結果としてゼロだわ。ふう、またピンチ。不安定だな今日。被安打ももう5本近く浴びてて、フォアボールも多いし、らしくないね。よし、ちゃっちゃと終われ。いや、もうこれ、はい、天才打者梅野ね。あのスライダー打ってくるんだから、理不尽にも程があるだろう。また出た天才打者梅野。いつでもどこにでもいる梅野だよ。なんやねん、どこ攻めたら抑えられない。いや、攻略法をぜひとも教えてもらいたいですね、こうなったらね。あの、コメント欄にてお待ちしてます。理不尽に打ってくる梅野さんの攻略法を教えてください。僕の頭では抑えられない、そういうバッター。いいぞね、引っ張りすぎは注意だね。ちょっと代打送るのもありじゃないか、こういうチャンスなんでね。まあ、菅野は打てるやつですけども。いや、ここは大事ですね。ノリチか青木。こういう場面はもうこの男をお任せだ。非常に頼りがいのあるベテラン。取って正解でした。青木が出るたびに俺は言ってるよ。取って正解でしたって。いや、マジで取って正解だったからね。安いし、好きだし。そして打ってくれるしね。そんな頼りがいのあるベテランをゲットできて喜ばない方がおかしいでしょう。これからも言い続けるよ。青木が出るたびに取って正解でしたってことはね。いやー、それはないだろう。もう言わしてーよ、取って正解だったって。今のじゃ言えないわ。なんで振らなかったんだ。よっしゃ、赤羽がいる。はい、オッケー。スリーベースあるよ、これ。奥深く打った。あー、でもね、赤羽は走塁系の特殊能力持ってるんで悪いのね。これがね、ちょっと不便なんだよ。走力は速くてもね、走塁系のあれ赤得持ってることによって、そこまでベースランニングは上手くないんでね。スリーベースとかなかなか出ないんだよね。まあ、でも追加点は入ったし、まだチャンスだし、終わりじゃないし。終わらない、終わりじゃない、ここからね。よし、最低限。お、伸びて落ちるんかい。レッドゴーかーん。レッドの守備範囲の狭さに助けられた。落ちるとは思わなかったけどね。まあ犠牲フライには十分だとは思ってたけど、追いつかないか。最悪やね。まあうちも人のことは言えないけど、こっちがレフトゲレーロだったら多分今のも落ちてるだろうしね。よかった、こっちの時にそういう打球を打たなくて、打たれなくてね。はい、もう余裕っすね。
OK、この回一挙の追加点。まあちょっと危ない試合だと思ったんですけど、これだけの追加点が入ればあとは勝つだけと言いたいんだが、まあ中継ぎがね7回から出てくるので、その中継ぎが試合をぶち壊さないことだね。おそらくここは田口が出てくるかな、7回裏。こいつがちょっと問題なんだよな。先発の時は防御率2点台という数字を叩き出してくれたけどね、中継ぎになって後半戦でめちゃくちゃ失点してる。いや、平井が出てきた。またほんでもうお前なんやねん、出てくるたびに捕まっとるやんけ。まあ戦力外になってたとこ取っただけのピッチャーだからね、抑えろよ。てかこいつ出すなよもう。前の試合のこともあるもんね。うわー、ほんで打たれるし、もう最悪だね。何のために出てきたんだろうこの人は。でパワーのあるシンクレアだよ、これ怖いよ。ちょっと待って、シンクレア対左系の特殊能力とか持ってんのか。持ってないがチャンス A と強いんだよね。シンクレアに対してはここで、田口いきます。嘘でしょ。うわ、もうこれがザ・理不尽だよ。すごいでしょ、代打で出てきたバッターが1球アウトローに完璧に決まったストレートを運んでいったからね。パワーあるないの話じゃないよ。また出たじゃないですかこの阪神の理不尽。どんだけ阪神に肩入れしたいんですか、パワープロの開発者の皆様はね。なんか昔のパワープロって結構阪神ひいきでしたもんね。今もか、なんか阪神の選手の能力が高いとかありますもんね、そういう風潮がね。このペナントでもあるよ。はあ、もう最悪だこれ。何も起こるなよ、もう何も起こらなくていい。アクションはいらないんですぐ終われ。いやいやいや、もうアクションいらないからすぐ終わって。もう怖い。結果勝ち越しってだけ、どのゲームも負けても不思議じゃねえよお前。もう勝ったゲーム全部1点差ですからね、前の試合もそうだしこの試合もそう。ビクビクでしたね。いや今後阪神戦迎えるのが横浜戦以上に怖いわ。次勝てそうにないんで、次どうせ負けるだろうしね、まあ、とりあえず結果として勝てたんで、これで菅野は今季13勝目。もまあ見事中継ぎがね打たれる、毎度お決まりの田口もまた打たれる。まあ今のは田口が悪かったわけじゃなくて、相手バッターを褒めましょう。相手バッターの凄さと理不尽さを褒めましょう。さあ続けてヤクルト3連戦プレイすることになります。前半戦は10勝4敗と勝ち越してる相手、まあ特に苦にしてない球団で今最下位ですからね。今宵も勝たせていただきます。阪神戦苦戦した分お前たちにはあっさりと勝つ。今日の先発は今季初登板になりますジョンソンをですね今一軍に上げてるので、この男先発でいきましょう。見てくれ、567ゲレロ中井宇佐美が絶好調、3人並んでるんで、ちょっとこの辺の得点力に期待ですね。まあジョンソンが今季初先発だということで、今日はチームのピンチに注目して試合やっていきましょう。明治神宮球場での戦いがこれから3連戦始まるが、何の意識もないですね。この球場をトラウマにしてるわけでもなければ、よく点を取ってますから、早いのはいいんだよ。ジョンソンがそれを守れるかだね。もうカタカタ。これはもう、間違いないですね。いいね、今季初先発のジョンソンにこれだけの援護を与えるチーム、優しいな。8点目も取ってる。ジョンソンもピンチ自体を招いてないしね。いや、いいな。で、ここで初めてのピンチですか。いや、抑えましょう。ちょっとスタミナ的に厳しくはなってるが。俺が操作した途端、これ、プレイヤーの時と自動操作時ってどれだけの違いがあるんすか。ねえ、こんな痛も簡単に打たれるピッチャー、ここまでゼロで来れないと思うんすけど。あまりにも、わかんないね。安易にストレートで行くから打たれたのかな。もう降りてますね。星が出てきました。安易にストレートで行くっつったってね、さっきの田口にしろギリギリに決めてるからね、コースのね端の端に決めて打たれてるからね。ほんで結果星が打たれて、この三振って今のもねコースのギリギリだぜ。なんでこんな打たれんねん、どこ。いやちょっと本当誰か教えてください、このパワフルに対してどこに投げたらいいんでしょうか。それがわからない限りは俺ずっと打たれ続けるよ。ほらボール球誘い出しが効かないんだからね。でもダルビッシュ真っ青な世界でしょうね。スライダーを武器にしてるダルビッシュ全く通用しないよこのパワープロじゃ。外振らないんだから、ひどいわ。外振るようなバッターが日本におったから、お前ダルビッシュ無双され、マークに無双され、いろんなピッチャーに無双されね、日本チームをメジャーリーグに渡したわけでしょ。なんでだろうお前、わかんない。まあいいわ、勝ったら何でもいいわ、どうでもいいやそんなことね。はい、逃げた得点を記録しましたね。一歩も12安打と出ている。じゃあなんでまた捕まる、お前平井君、君これ3試合連続のランナーピンチ招いておるけど、なんやねんお前。やっぱ使えんな、二軍に落とそう。
コントロールの悪さが何なのか知らんけど、使え、初戦は戦力外だよ。ちゃんとした理由がありましたね。出てくるためにこんなランナー招くやつ、使い続けるやつがいていいわけないだろ。そんなチームがシーズン100勝を目指してるからね、笑わせんな。ダメだ。うわー、もうまた川端に打たれてるし、ランナー満塁。何したら君はちゃんと抑えてくれるのかな。君の頑張りを見せてほしいんだよ平井君、じゃないとクビだ。戦力外からのまた戦力外だ。はい、オッケー、飛び出してる。これトリプルプレイもあったよね。うわー、アウトカウントがワンアウトだったのでね、いやノーアウトなの確実にトリプルプレイのプレイですよこれね、間違いない。結果ゼロでいけたし、よかった。まあ、でも平井はもうさすがに交代ですね。9回この前かしたらまたピンチを作るでしょう。ここ調子もいい。山上君に決めた、行ってこーい。うん、まあ1点許したけどね、まあいいや。10対4、うん、何の苦戦もなかったね。そして今日7月31日というのはね、この外国人選手だったりトレードだったりで獲得できる最後の1日になるんですよね。この巨人もですね、外国人っていうのは結構発掘してきてるんですが、どうしようかな。リストはこんな感じですね。ぶっちゃけ契約しなくてもいい選手ばっかいるんですけど、まあでも今後戦い続いていくからね、何か一人保険で取っておいた方がいいのかもしれない。取るとしたらですね、やっぱもう即戦力で活躍できるこのロジャーズというピッチャーですね。海賊王的な名前、カナダの31歳。まあ球が速くてね、変化球はスライダーとパームを持っている。まあコントロール、スタミナの低さはあれですけども、球が速いってだけで活躍できる世界がこの球界にはありますから。で、ポイントは1万5000ポイントとちょっと高いですけど、ん、このロジャーズと契約して、もう今季終了といきましょう。で、ロジャーズの能力もね、ちょっと確認していかないとな。まだ正式には分かってないんですけども、どんな感じなんだろうね。良ければ即刻1軍で使っていきたいんだが。いやー、もう変化量少なすぎる上に短期も近い、もう。完璧なハズレじゃないっすか。何これ、劣化版クルーン的なね、クルーンみたいに162キロ投げれる生だしも152キロな上に短期って。まあ、とりあえず2軍に置いておきたいと思いますわ。出番が来たら上げていく。そして先ほどから言ってとおり、平井くん、君はやはりダメだ。軽く失点を許しすぎている。これ以上君を見たくない。発狂しそうになるからね。この沢井というピッチャーを上げていこうかな。これ僕の取ったドラフト選手ですね。まあ、球速は145キロとそんな速くはないんですが、武器のスプリットがありますから、また赤得がないという点を考えれば、もうすぐにでも活躍できそうなピッチャーなんでね。君をこれから使っていく一軍デビューだ。次のヤクルト2試合目、チームのチャンスと沢井に注目したいと思います。この男はリード時登板を起用してますけども、まあ、今日ね、ちょっと出番を必ず作っていこうかなと思いますのでね。まあ、試合展開にもよりますけど、勝ってる場面でね、登板させてホールドも記録させたいのでね。まあ、先発がマー君なんでね。どうなるか、恐怖の田中か惑星最高投手どっちに転ぶかだね。できれば惑星最高投手がいてくれたら沢井のいいデビューになりそうなんですけどね。井川がいたら試合になる。沢井も出せない、負け試合で出す予定はないから、いないことを祈ろう。そして打線もね、いっぱい点を取りましょう。ヤクルト1戦目で取ったようね、取ればね勝てるし、逆に取っておかないとね、やっぱここ数試合やっぱヤクルト戦に入っても中継ぎとかもう先発自体が失点することっていうのは目立ち始めてきてるんでね。え？恐怖の田中出現っす？いきなり失点したっす。早いっす。あ、で、ここで1点取って同点。よし、まだチャンスだ。おお、バッター正広、田中。打ちますよ。どうだ？うわー、ボテボテ。ちょっと甘かったね、今、芯で捉えたかったな。まあ、捉えたとしても、マー君のパワーじゃそこまで強いだけにはならないだろうけどね。おお、ナイス！さあ、恐怖の田中出現するなよ。もういいんだぞ。またマー君のとこ、どうする？いや、6回 QSI 行ってもらおうかな、さすがに。マー君で打ちに行く。その結果、三塁線抜けへんか。うわ、今、ランナーいたからっていうのもあるわな。いたからちょっと締められてたよね。本来もっと隙間が空いてるというか、空間があると思うんですけども。それもあってだな。マー君、休止させです。もうここまでで十分でしょう。7回のマウンド、騒いでいいんじゃないでしょうかね。そしてまだ追加点のチャンスがあるのであれば取りに行く。ゴー！犠牲フライはセーフ！結構ギリギリっすけどね、危なかった。肩がいいな。4点目で、まだチャンス。バッター岡本は今日2安打。
じゃあ3安打目よろしく。ライト前に落ちる。イエス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 。さあ7回のマウンドは田中将大に変えて、澤井君に決めた。調子の悪さあるけども1イニングなら抑えれるだろう。いいデビューにしていこうよ。よしいいぞ。まあ、5番谷地のとこだからね、パワーのある選手なんで注意は必要である。それも今日は絶好調だから。うそー、そのパワーがいきなり最大限に発揮されての失点。初登板初打者に相手に打たれるっていう最悪なデビューだね。これ多く得点取っててよかったわ。お前1点差の場面でお前登板させとったらこいつ無条件に2軍に落としてたぞ。無条件も何も普通に打たれたからね。ちゃんとした条件はあるわ。打たれるから落とすんだよ。防御率 99.9 ではあるが、まあここではしっかりと抑えて、まずプロ初アウトを奪ったね。いやちょっと安易な攻めだったかもしれないね、調子のいいバッターに対して。この打球もなんやねん、軽い球ついてますねえ。なんそんな痛も簡単飛ばせんねん、ヤクルトのアヘタン打者がよ。なんやねんこれ。また理不尽始まった。やめてくれませんかね、その理不尽ご利用してくれ。うわーもうこれも抜けていく。もう何をしてるんだよもう。え、交代どうでもいいわ、お前のデビューとチームの勝ち負け大事やねん。交代交代交代無理。初登板散々なゲームになったね。調子の悪さどうのこうの関係ねえ、単なる実力不足じゃねえか。土井君に決めた。はい、土井も打たれて1点差。ああ分かんなくなったぞこうなったら。はい同点ですね。これは沢井の作った流れですね。さよなら食らってもおかしくねえ。次の点取らないとね。おいで2点取った。誰かがホームラン打ってくれたのは間違いないでしょう。はい結果7対5で勝利ですね。岡本本日4安打。じゃああの追加点の2点、延長に入っての2点っていうのは岡本の一撃だったりするんじゃないか。いや違う、小林誠司だ。お前かい。今季1本目は中日戦名古屋ドームで放った満塁ホームランで、2本目がこれだからね。なんやねんこの男、めっちゃ頼りになるやんけ。もう大好き小林。お前やったんかい。てっきり本日のヒーローに選ばれたぐらいだから岡本かなと思ったら小林。いや覚醒起こしてますね。で今日はねフォアボールヒット打っての3出塁マルチ安打ですからね。で小林の打率は2割8分、打てない小林がいない。大丈夫、もうこの小林がいるんだ。シーズン100勝へ突っ走るよ。いい流れが続いてる。10試合連続2桁安打、チームは4連勝ですからね。そしてこっから8月突入だが、この暑さっていうのは引き続き暑い8月も続けていきましょうよ。さあ今回の動画最後の試合、先発は則本貴弘。調子がいいので君に任せる。打ってはね、いやもうちょっと小林調子悪いですけどスタメン今日でいきましょうよ。前の試合の活躍もあるんでこれスタメンで使うわ。このベストオーダーになりますね。最後はまたシンプルにチームのチャンスとピンチに注目していきますので、また何か小林で、いや別に小林じゃなくたっていい。ヒーローはね誰でもいいものですから、誰でもいいのでチームを勝たせてくれ。そしてチームの連勝を5、11試合連続の2桁安打を記録し、今回の動画を終えていきましょう。なんか止めたくないよねこうなったらね。あまり意識してこなかった部分ですけどね、チームの安打数っていうのは。ただ則本君がいきなりピンチを招いているぞ、気をつけてくれ。次は4球目投げた。ボール、ちょっと本当なんだろうこれ。無理だね。ここまで極端にスライダー振ってくれなかったら、これスライダーって何のために俺今投げてるの。インカラ入れるしかないよね。ストライクからボールになるの全くダメなんで本当分かりません。避けんな、振れ、反応して。追い込んでからの全く振らないスリーボール。追い込んでも追い込まれてるのはこっちだよ。追い込まれてる意味が違う。相手を追い込んだんじゃない、こっちが追い込まれるんだよ。おかしいだろ本当ね。ピッチャーが有利にならないからね、なぜか野手が有利になるからね。不思議不思議あら不思議だよ。よしまたまたチャンスだ。まずは先制点を取ること。ちょっと村中相手4回まではねなかなか打ててないからね。どうだ、フェアゾーンに残れよ。なんか風吹けよ突風。あそこだけ巨人の時吹いてくれていいから。これもゲッツー、嘘でしょ。わっぶねえ、今のでゲッツーはねえべ。次こそ岡本で。
右打ちも正面抜けへんな。これもねランナーがいたからっていうだけなんだよね。ランナーいなければファーストはそこにいないはずだから抜けてるんだよ。いい感じでね、まあ、意味のないタラレバですけどね、いる時にこれ打ってるんで。天敗ランナー2桁連続安打っていうのもこれ止まりそうだし、いやなんでこんな投手戦になってんの。9回にやってきたよこのチャンスがね。バッターゲレーロ狙います、ぶち込みます。ここまでなかなか点が入らない苦しいゲームになったが、それはもう終わろうとしているからね。一撃でまた試合も終わろうとしている。9回だからね、これまでの試合展開は何だったんだってね思うくらいのゲームにしてやるよ。打ち上げてアウト、打ち上げ花火やね。いらないねそれね。あーチェンジアップ。ここで取れなきゃ俺たち敗北者だぞ。野球には流れがあるからね、ここで取らなきゃヤクルトに絶対流れがいって9回サヨナラを食らうでしょうね。ここもチェンジアップで来るもそれを打てない。あーもう負けても何ら不思議じゃありません。てか俺もう負け認めとるわ。このワンプレーで決着、終わったな。目を閉じてよ9回。あおー意外にいけたわマジで。まあ、どっちにしろ延長ありますからね、そこで取られたら終わる。おお取ったのはこっちだ。マジかよ、あんな展開を作っておきながら負けないの。うちのチーム入ったのは1点のみだが、その1点で勝とうや。頼むよ。土井が出てきてゲームセーと、これでチームは連勝です。今日は負けたと思ってたんですけどね、先発則本がよく耐えてくれたし、また打線もねこの11回ですか点取ってくれた。ちなみにこの11回赤羽のソロホームランで取ったんだよね。チャンスで来てたのにもかかわらず打てなかったのはダサい話ではあるが、結果もこれ勝てたのであれば、いつも言ってる結果良ければ全てよし、この世はそれで丸く収まるからね。はい喜びましょう。イエスイエスイエース8月最初の試合勝利で5連勝で、まあ2桁連続安打っていうのは止まりましたけどね、チームの快進撃っていうのはこの8月まだまだ続きそうなので、次回もこの勢いっていうのを続けていってですね、今季の最長連勝、シリーズ最長連勝っていうのを塗り替えられるように頑張っていきたいんですが、これから広島カープと横浜戦の対決が始まるんです。次回こちらをプレイしていくんでね。で横浜と広島順位が入れ替わって、横浜が3位に転落してますね。あっそう、まあうちからしたらどっちもいい話なんですけどもね。まあ、でも A クラスのチームと連続してまたこうやって戦う機会が来たので、次回ねこの広島そして横浜相手負けないようにしっかりと勝てるように頑張っていくんで、お楽しみにね。ここまで見てくださった皆さんありがとう。グググググバイ、また会おう。